Zaikology. Blue Seraphim getting invited to variety shows in Japan to promote their Unforgiven Japanese version. たくさんの日本のファンの皆さんが愛してくれて本当に幸せでしたけど、街に私たちの看板とか歌を聞いて本当に不思議です。ユンジンさんがYouTubeの動画でなんかクレープ屋さんみたいなところで自分の曲が流れてて、自分の曲が流れてて、フラッシュバック。 와, 말이 돼요?